調合しよう。材料何にしよう。それじゃ仕上げに入るよ。やったー、できたー。どの戦力を引き継ごう。これでいい？完成したよ。よし、これでお仕事も一区切りっと。今日はいい感じに進んだかも。ちょっと息抜きでもしようかな。あ、そうだ、この前クローデに教えてもらったケーキでも作ってみようかな。作ってる間にロジーさんも帰ってくるだろうし、マリオンさんと、もしかしたらリンカさんも帰ってくるかもしれないし、よし、ちょっと大きいけど頑張って作ろうっと。ここで材料を、あ、ちょっと多いかな。あ、まあ大きいのができちゃったらそれでもいいかな。仕上げにこうして、悪いわねロジー君、雑用なんて押し付けちゃって。これぐらい大丈夫ですよ。さてと、エスカの方は進んだかな。あの、これ何やってるんだよエスカ。これはその、違うんです。な、何が違うんだ。ちょっと味見をしてたんですよ。お二人を呼ぶ前にちゃんと味見をしようと思って、思ったより大きいのができちゃったんです。それで味見が、その話してることがむちゃくちゃになってるわよ。しかもその量で味見なのか。ごめんなさい、一人でほとんど食べちゃいました。せっかくみんなで食べようと思ったのに。いや、謝る必要はないのよエスカちゃん、ケーキなんてあると思ってなかったし。ああ、気にするなよ。独り占めなんて良くないですよね。でもすごく美味しくできて。そうだ、今から作り直しますから、今度こそみんなで食べましょう。まだ空気なのか。今日はその辺でやめとけって。ほらほら、休憩は終わりよ。仕事を再開してちょうだい。はい、わかりました。今日はもうやめます。はあ、とにかく早く片付けろよ。そのままじゃ仕事できないだろう。恥ずかしいです。でも美味しそうだったわよね。また作ったら今度は私にも少しちょうだい。ケーキどうやって作ったんだ。材料もどこで調達したんだか。はあ、何がいけなかったんでしょう。あれ、何をそんなに落ち込んでいるんですか、リンカさん。またマリオンに怒られてしまいました。マリオンの出す任務はいつも難しすぎます。へえ、やっぱりリンカさんが頼まれるようなお仕事って大変なんですね。ええ、基本的には無理難題ばかりです。これまで完遂できたことはほとんどありません。今度は自分なりに正しい判断ができたと確信していたのですが。班長はそこまで無茶ぶりする人じゃないと思うけど、一体どんな仕事なんですか。はい、先ほど書類作成の技術を学べという任務を受けたのです。
それは大変そうですね。前に苦手だって言ってましたし。でもいい機会ですし、苦手なことに挑戦してみるのもいいんじゃないですか。俺たちも手伝いますよ。その必要には及びません。その任務は自分の判断で放棄しました。え、任務を放棄って凛花さんがですか？エスカ、人には誰にでも得意不得意があります。そうですね。前に私も同じことを言いましたし。自分が苦手なことを行ってもその効率は最小のものとなるでしょう。それならば得意な人に任せるのが上策のはず。そうマリオンに進言しました。するとマリオンが怒り出してしまって、自分の判断の何が間違っていたのでしょう。そりゃ班長も怒りますよ。苦手だからって仕事を避けてたら何もできませんって。しかし自分が書類作成をして二人より上達するのは至難のように思います。自分には剣があります。これだけではマリオンの役に立てていないのでしょうか。いや、班長は凛花さんに苦手なことを克服してほしいだけなんですよ。苦手なことが減ったら今までよりも新しいことに挑戦できるじゃないですか。それはそうですが、そんなに簡単に克服ができないから苦手なのです。得意不得意は誰にでもあるというのに、この任務は無謀としか思えません。全部得意にする必要はないですよ。苦手だって思うことを減らせばいいんじゃないですか。私たちも手伝いますから、頑張って書類を作ってみましょう。よろしく頼みます。私もあんまり得意じゃないけど、凛花さんに教えられるようにちゃんと頑張らなきゃ。失礼します。あ、クローネ、どうかしたの？シブに何か用事？いえ、これといった用事はありません。そうなの？だったらどうして？あれ、クローネさん、どうかしましたか？ちょうどいいところに戻りましたね、ロジー。お聞きしたいことがあるのですが。はい、何でしょう？エスカはここでの仕事をしっかりこなせているでしょうか？いきなり何を？エスカは仕事を終えて帰ってきても楽しかったとしか報告をしません。しかし役人の仕事は多忙なはず。もしや遊んでばかりで周りに迷惑をかけているのではないかと視察に来たのです。そんなことないよ、私だってちゃんと頑張ってるもん。心配なのはわかりますけど大丈夫ですよ。むしろいつも俺が助けられてばかりです。エスカがいなければ調合もできませんからね。開発班の活動の要ですよ。そんなに褒められてもなんだか恥ずかしいです。あらあら、そうですか。ロジーがそう言うのであればそれを
信じることにしましょう。ではこれで失礼します。エスカ、あまりロジーを困らせてはいけませんよ。もうクローネたら、ちゃんとうまくやってるっていつも言ってるのに。それだけ心配してくれてるってことだよ。いいことじゃないか。さあクローネさんにもああ言ったことだし、頑張ってもらうぞ。何せエスカは開発班の活動の要だからな。うまく乗せられただけのような気がしてきました。そんなにってほどでもないと思うけど、何か変かしら。変わってますね。やろうとしていることがいつも仕事の域を超えている気がします。はっきり言ってくれるじゃない。いいわ、この際だし歴史研究家がどういうものか教えてあげる。あ、それはもう少し詳しく聞いてみたいです。具体的には何をするんですか？知っての通り、前時代文明は高い技術力を持っていたわ。どうやって作られたのかもわからない建築物、それそのものに宿っている不思議な力。この町のリンゴ園だって遺跡の力を有効に利用しているじゃない。そうみたいですね。クローネに聞いたらいろいろ教えてくれるかもしれないですけど。あの人はダメよ。ああ見えてものすごく口が固いの。もしかしたら情報の開示を制限されているのかもしれないわね。なるほど、そういうものなんですか。え、どういうことなんですか？気にするな。昔のことはそう簡単にわからないってだけの話だよ。で、その失われた技術をどうにかして再現しようとするのがあなたたちの仕事でしょ。私の場合はそれらが使われたり作られたりした背景を考察するのが仕事なの。でもそれって私たちの生活とはあまり関係がないですよね。まあ前時代での生活と俺たちの生活じゃ前提から全然違うかもしれないしな。なんてことを言うの。関係あるに決まってるじゃない。前時代の人々の背景から私たちとの違いを明確にすることで彼らと私たちの生活や実態を探るのよ。確かに彼らに豊富な技術力があったのは間違いないわ。だからといって私たちと何もかもが違うとは限らないでしょ。そうですね。錬金術が再発見されてからこれまでの研究で分かったことなんてほんの少しなのよ。今はまだ前時代の技術を模倣したりするのが精一杯だわ。それでも将来的に私たちの技術力はきっと彼らを追い抜けるはず。だとしたら滅んでしまったとされる彼らと同じ道をたどるわけにはいかないでしょう。錬金術師たちによって技術が進化しきる前に前時代の歴史をしっかりと私たち歴史研究家が人々に示さなければいけないのよ。なるほど。どうしましょう。スレイヤさんすごく怒ってます。怒らせたのはエスカだろ。なんとかしてくれ。そんな、ロジーさんだって同意してくれたじゃないですか。ちょっと聞いてるの？大体役人は。話がそれ始めている。これは長くなりそうだな。